日本っててすすごいい悲ししみを強要してくるじゃないですかイニシエーションみたいなものとしてお葬式があったりとか,なんかみんなで泣いたりとかっていうものがなんか前提になっている感じですごく死に対するイメージっていうのが陰鬱としたものだったんですけど、はい、フランスに行った時に同じアパートに住んでたおじいちゃんが亡くなってはい、はい、彼亡くなりましたっていうふうに郵便受けのとこに貼ってあって彼の家族とか分からないからもし知ってる人がいたら連絡してみたいなことが書いてあってはい、はい、どこか ななんかこうなんかかここう普通のこととしてて捉えてる子供が生まれたみたいなぐらいの重さとして捉えているなっていうような感覚があって悲感感ののなないいじっていうものにかなりショックを受けたんですよねでこういう捉え方だったらなんか性も死もすごくナチュラルに捉えられるようになるかなというところはちょっとあってあ<ー>まあ自分に合った死生観を身につけていかないといけないだろうなとこれからは思うんですよね。